はい、お世話になります。ドラジオのボスです。いつも応援ありがとうございます。で、今日はね、メッキです。最近、こう、ディーラー様とのお仕事がたくさん増えて、いろんな、こう、ご依頼をいただきます。今回、純正のツーリングモデルの、CVO かなのモデルの、スイッチ周り、あのプラスチックのね、スイッチ周りであったり、後ろのファンのところですかね、電動ファンかな、のその ABS のものをメッキ加工してほしいっていうご依頼がいただいたので、やってみました。で、メッキ加工っていうとも、非金属のものを金属と同じようなメッキができないんですよね、通常。電気が通らないから。で、それを、よく蒸着メッキってプラスチックにつけるメッキっていうのがあるんですが、それをするとまあ耐候性であったり、またそのメッキのこう綺麗さがこううまいのにいかないので、今回ちょっと特別なやり方で、非金属のものを金属化に変換して、でメッキをするというちょっとまあそういった特殊なねメッキのやり方をで出してみました。でスイッチ周りがこんな形に綺麗にできました。まあこれね、本当にね、ごめんなさい、携帯、新しい携帯に変えたんで、画素数が違うんでめちゃくちゃ綺麗でしょ。ほら、上の映り込みとか。こんな形で、まあちっちゃいもんですけども、メッキ加工ができます。まあこれちょっと、通常のね、みんなが思ってるメッキよりも、そういった特殊なメッキなので、あとこれ一個一個、ね、取り付けして、メッキの層につけて水洗いしてとこう工程があるんで、ちょっとお値段かかります。お値段はかかります。ただもう純正でこのメッキ加工が売ってないって聞いたので、まあ仕方がないね、やらなきゃということで一遍やってみました。だからまあ綺麗にできたと思います。でこの後ろのが電動ファン、ファンのところですね、電動かな、純正のファンのところですね、多分つけられてる方は分かってられるんかな、こっつくんかな、ファンです。これもこんなに綺麗にできました。これも非金属だったと思います。ABS かなんかじゃなかったですかね。をここまで綺麗に作ることはできました。まあご要望いただければ、まあこんなことをトライじゃやってたよっていうことで、ご依頼いただければ、ディーラー様の方から、ハーレーのディーラー様の方から、こうまあ分解してね、きれいに送っていただければ、加工することはできます。ただその普通皆さんがそのメッキって、今メッキ屋さんってね、もうほとんどそのこう有害物質の問題とかいろいろな問題があるんで、メッキ屋さんを引き継ぐっていう人らももうほとんどいなくなったから、まあ値段がどんどん上がってるんですね。多分まあ当たり前のことですけどね、この大変な仕事なんで、現場行くと僕はなかなかすごいなと思う。下地の処理からこれだけの過程を踏んでも、なかなかそのこう、やったことに対してこう身に合わないっていう、身に合わないけどこうなんていうかな、もっとすごいなって言われていいと思う仕事ですね。すごいと思います。メッキは下地がちゃんとできないとこんなに綺麗にならないんで、 ABS のあったこういう樹脂のものをようここまで綺麗にしてくれると思います。ありがたいです。全国のディーラー様の方からおっしゃっていただければ、トライジャーに送っていただければ動きは取りますんで、おっしゃってください。多分こういうスイッチ周りとか気にされている方多いと思います。よかったら、ご一報ください。こんな感じで、やってます。またね、こういう動画ね、皆さん好きだと思うんで、こんな感じかな。めっちゃ綺麗でしょ。はい、
いつも応援ありがとうございます。何か加工等がありましたらお近くのディーラー様の方にご依頼ください。基本的にもトライジャでは窓口今閉めてます。ディーラー様からのご依頼の方がちょっと増えちゃってるんで、一般受付の方をしてないので、これだけやってって送っていただけても僕らはちょっと受付はしないと思います。ぜひともお近く の, 販売ディーラー様の方にご連絡をいただけた方が嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。